カイバル峠はパキスタンとアフガニスタンの間にある峠。古代から文明の回廊として重要な役割を果たし、南アジア世界と中央ユーラシア世界を結ぶ交通の要衝であった。最高地点の標高は約1070メートル。パキスタンの北西端に位置しており、パキスタンのペシャーアワルに近い。インド世界はヒマラヤ山脈、スレーマン山脈、 大インド砂漠などに囲まれた地域であり、外部からの侵入は容易ではない。そのため、カイバル峠は古代から数少ない侵入路となっていた。カイバル峠を越えると、アフガニスタンのジャラーラーバードへと至る。紀元前1500年頃、このカイバル峠を越えて、アーリア人がパンジャーブ地方に侵入した。紀元前326年頃にはアレクサンドロスがこの地を通り、 西北インドのパンジャーブ地方にまで進行したが、部下の反対によって引き返した。カイバル峠は、シルクロードから南下して、インドに向かう、イの交易路としても重要な役割を果たした。そのため、交易の利権を得ようとする諸勢力がこの地の周辺を、めぐって、抗争を続けた。インドのイスラーム化もこのルートから侵入した、ガズナーさんのマフムードによって進められた。また、 東新時代の総北圏、東時代の総現状も、カイバル峠を越えて、インドに留学した。この峠の麓のガンダーラ地方で、初めて仏像が作られた。峠遠望16世紀前半には、ウズベク人の侵入を受けて滅亡したティムール町の残党がインドへ侵入し、ムガル帝国を建国した。19世紀前半には、アフガニスタンにまで影響力を広げようとしたイギリスが、 この地を戦場として、アフガン人と争った。1880年、第二次アフガン戦争を経て、アフガニスタンを事実上の保護国としたイギリスは、この地の交通網を整備した。現在は、アジアハイウェイ1号線の一部となっている。a b 最新世界史図説タペストリー。ミノル、川北、シロ郎。桃木、川北ミノル、桃木史郎。東京。 帝国書院、ISBN978 から4から8 0 7 1 6 5 6 1 2くるく12億4165万8871、https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ1241658871。ありがとうございます。